環境経済学研究室の研究にはいろんなテーマありますけど、大事なのは環境にいいエネルギーです。そしてこれは太陽電池パネルですね。太陽電池は太陽の光を直接に電力を交換します。というと燃料なし、煙なし、発電します。太陽電池は40年前に発明されたんですけど、太陽電池の大量生産でだんだん安くなってますけど、その効率はまだ残ってる問題です。この太陽電池パネルは晴れてる日で20キロワット発電しますけど、当たるエネルギーは120キロワットだから効率は6分の1ぐらいです。近年研究上で 30% できました。そしてこれから 50% になると思われている。そうしたら全ての建物、全ての屋根と壁で太陽電池をつけると思われている。そうすると発電所の汚染は大いに減ることができます。私は学生の時エネルギー危機ありました。それで石油は非常に高くなったから他のエネルギーシステムの研究は始まりました。そしてその時は太陽電池はもうおもちゃみたいだけだったけど、ある研究者は将来で大事なビジネスになるから、それに結構熱心になりました。環境問題の大事な部分はエネルギー産業です。エネルギー産業の汚染は一番多いですから、環境経済学研究室でエネルギー産業をきれいにするために頑張ってますから、ぜひ一緒にやりましょう。